では6時だよ、全員集合、参ります。せーの、6時時だだよ、よ、6時だよ、全員集合。ありがとうございます。ということで、気合のいい挨拶ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ今日もですね、皆様のいいことあったよとか、うん、花井社長、達也部長のお話、講演会と、体験談、商品の体験談と、出陣の儀のご感想、どうでもいいので、何かありましたら、お気軽に手を挙げてお話しくださいませ。今日からですね、ちなみに30分ぐらいを目安に、させていただきますので、まあ、その、時間は限られてるんですけども、もしあれば、お気軽にね、おっしゃってください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、はい。じゃあ、皆様の方から。じゃあ、どうでしょうか。ね、例えば、達也部長の講演会がね、先日、ありましたので、まあ、そのご感想とかも聞かせていただけたらと思いますので。そうですね。はい、なんか、佐藤ちゃんが大阪講演会行ったって、ちょっとこう、佐藤ちゃん、聞いてたんですけど、佐藤ちゃん、佐藤ちゃん先生。はい。はい。感謝してます。感謝してます。ありがとうございました。土曜日に、大阪の講演会に行かせていただきました。はい。はい、お話は、新しいお話もあって、なんか楽しいんですけど、どれもためになるお話で、で、笑いながら聞いてるんですけど、涙が出てくるというか、感動っていうか、うん、いうのがお話がたくさんあったんですけど、内容はなんかあんまり覚えてなくてですね、でもなんかその、なんかこう残ってるというか、全部そのなんかふわふわっとした、なんか終わった後も、あ、なんかふわふわしてるつもりやったけど、自分まだまだなんか重くなってたなとかいうぐらい、なんか軽く、心が軽くなるようなお話がたくさんあって、はい、一気になんかこう波動がパッと明るくなるような、そんな感じでした。はい、ありがとうございました。ございました。ね、日曜日は滋賀でね、うん、なんかまた、はい、ま、はい、うん、はい、よろしく、楽しみです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、あとはいかがでしょうか。あとはね、まりちゃんがズームで参加してくれたんですが、今のところは、うん、今といらっしゃらなそうですね。はい。あ、そっか。またじゃあ、はい。気のせいだったかな。うん。はい。また。また。はい。はい。後ほど。はい。だから、ゆりちゃん。ゆりちゃん、なんか。ゆりちゃんもね、詩人の儀、そう。ね、どんどん出てくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、ちょっと、うっちー店長にお礼言いたいんですけど、うん、私、島根の元気エール参加させてもらってから、新規の美会メイクのお客様ね、今日もお電話あって、新しいお客さん、美会3人お電話あったんです。私ね、ちょっと今までね、なんかこう、元気エールとかなんかこういう風な参加しなかったんです。なんかね、こう、理由はないんですけど、でもね、やっぱりこう参加させてもらうといいですよね。なんかね、すっごい私ね、元気出てきたんですよ、やっぱり。ほんでね、私今までブログも毎日書いてるんですけど、ブログも書くのが楽しくて楽しくて、なんかね、こう今日はこういう風に書こうってイメージがいっぱい湧いてくるんですよ。本当にね、ウッチー店長には感謝でね。ありがとうございます。よかったね。よかったです。本当にありがとうございます。だからやっぱり楽しいことをするといいですよね。なんか、もう今更なんですけど。ちょうどね、達也部長のね、島根で講演会、はい、された時も、やっぱり、はい、遊ばなきゃとか、もっと軽く行かなきゃっていう。そうです。で、ちょうどそのズームも出よっかなって言ってたのが、どんどんこうね、実現されてて素晴らしいな。うん、はい。なんか本当に楽しくて楽しくて、毎日が。ちょうどね、オフィスで前、オフィスの、はい。ちゃんが今日ちょうどね、来てくださって、はい。
お話ちょっとしたんですけど、その時にね、あの皆さんの LINE も見てるんですけど、あのゆりちゃんのブログ毎日ね読んでるって、でもすごいあの元気になるでね、おっしゃってましたよ、うん、ありがとうございます。本当にあのねきっかけ与えてくるうち店主、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうどんどん楽しんでいきます、ありがとうございます。あります。慣れた、ズームも慣れたでしょ。はい、もうあのどんどん参加してもう楽しんでいきます、あのマキさんもよろしくお願いします。まずはね、なんかね、ゆりちゃん見るとちょっとなんか何もなくても笑っちゃうんだよね、もうありがとうございます、なんかこのままの私を受け入れてくれるね、花井社長とかマキさんとかオッチー店長とか達也部長ね、もう本当に感謝なんです。こちらこそです、ありがとうございます。こちらこそいつも元気をねたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあはい、いかがでしょうか。はい。あ、としひこさん。ね、あの、ちょっと前になりますけど、達也部長のね、講演会、ご参加いただいたり、はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがですか。あ、まあ、あのですね、今日はあの、花井社長のあの、花井チャンネルのを見させていただいてですね、はい、まあ、あの体にいろんなのが出てくるという話なんですけど、あのちょうど私ですね、右の首筋からですね、肩から腕の先までですね、すごく痛みが今してましてですね、やっぱりあの我慢してるんだというふうにあの思ってまして、うん、あのまだ、あのやっぱりあの自分の体を右肩と右の首筋をさすりながら大変だったねというふうに言っておりますけど、はい。まあ、あのいろいろありますので、うん、はい、あ、まあ、でも毎日あの10分ぐらいあの、まあ、あのお昼にねちょっと時間をとって、うん、まあ、あの10分ぐらいずっと聞くようにはしてまして、まあ、なかなかあの元気エールとかもねちょっと今出られないので、うん、でも毎日ちょっとずつ聞くだけですごくあの本当に元気も出るし、やっぱりその時にあの一番腑に落ちる話とちゃんと巡り合うようになってましてね、うん、あのまあ、仕事の方もあのおかげさまでいろいろ忙しいんですけど、まあ、本当に花井社長の波動を毎日いただきながら、うん、あの自分の右肩をさすってありがとうって言いながらあの楽しくやっております。はい、ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。うん、ね、ズームもね参加していただいてありがとうございます。ありがとうございます。あのいつでもあのご都合いい時にね大丈夫です、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、マリさんがいらっしゃいます。ね、はい。なんか、ズームで参加していただいて、うん、もし、はい。はい、感想。はい、このままでいいですか？いいですよ。はい。ズームで、久しぶりだ、そんなでもないのかな。うん。参加して、本当は、すごいシーズンでお客さんがいっぱいいらっしゃってたので、あの参加できないかなと思ってたんですけど、たまたまなんかあの時間にスポッとあの時間が空いてあの参加させていただいたんですけど、今回は一番そうだな、私の中であの心に残ったお話は、なんだっけ、過去っていうか前の自分はも、未熟だった、うん、今の自分はもっと未熟、うん、未来なんだっけの自分はますます未熟、うん、っていうお話がなんかやっぱり好きだなと思って、うん、もうこの未熟なまんまの自分であのふわふわ楽しくしていくといろんなことがあの自分が幸せになることで周りが幸せになるなっていうことをすごいあの感じたんですけれども、あの実はね、あのちょっと昨日一昨日の話なんですけど、あのうちのねあの息子ちゃんがあのちょっと今バレーボールのスポショをやって いるんですけどそれがねあの結構あの珍しいエースを狙い的な
感じのところだったんですね。で、ちょっとね体調を崩してお休みをしたんだけれども、彼はねお休みをしたことが自分にとってはそのワクワクしたんですね。なんてかっていうと、もうちょっと体がしんどくって行きたくないなっていうのもあって、そこに風邪をひちょっと風邪ひいたので、行けない方が彼にとってはすごく良かったんですね。で、私にとってもお寺のこともやりたいし、なんかこうなんだろう、嫌だなと思いながら行くっていうのは良くないなと思うから、楽しい方を選んだその息子が良かったなと思ってたんですね。そしたらこちらが行けなかったことによって、すごいみんな勝ちを意識するとすごい監督さんが怒ったりしてかわいそうだったんですけど、私たち、うちも休んだんだけれども、他の子もなんかバタバタと体調を崩して休んだんですね、レギュラーの子が。そしたらなんと新しい子ばっかりがその試合に出場することになって、結果的にいつもすっごいみんな怒られて悲しくなっちゃうその大会がめちゃくちゃ楽しかったらしいんですよ。でお母さんたちもハッピー、指導者もハッピー、子供もハッピー、そして休んだ方もハッピーだったっていうね。なんかやっぱりこうね、ワクワクする方に楽しいなって思う方にする、正しいじゃなくて楽しいって方を選ぶと、自分たちだけじゃなくて実は周りの人にも幸せなことになるんだよっていうのをこう神様が見せていただいたのかなと思って、そんな体験をちょっとさせていただきました。ありがとうございます。そうだよね、うん、思いがけずみんなね、うん、ぜひよし。良かったです。ハッピー、そう、よかった、いいお話をありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、定規も、ね、紅葉テレビでね、ね、あ、すごい紅葉綺麗で、参拝の方も、お茶室なんかはコロナ前の最高のお客さんよりもたくさん来ていただいて、本当に何がね嬉しいって、今までコロナでずっと来れなかった年配の方が、うん、3世代でお孫さんと、今七五三もあるんだけど、お孫さんとお父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんとで、なんか手つないだりとか、あとベンチでご飯食べてたりして、みんなすっごいニコニコしてて、なんかもうそれ見てるだけでもう本当に幸せで、よかったなと思って、はい、ありがとうございます。目の保養をね、させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、あ、もしよろしければ、はい、体験が先生ですかね、はい、どうぞどうぞ、はい、あ、対処します。今日ですね、出陣の儀での体験談がありまして、おとといですね、鹿島神宮に参拝させていただきまして、はい、そこで出陣の儀と、でその後ですね、新潟のなおちゃん先生っていう方のお茶会に、はいはい、参加して、ぜひ新潟取りたいですみたいな感じで宣言したんですよ。そうしたらなんと今日ですね、うん、まあ、みちゃん先生隊のもう今人が増えてもうかなり大激戦で一番やりで入っても第一陣で入ってもなかなか入れないんですけど、うん、なんと初の一番やりで、お、新潟をゲットできたという、おめでとうございます。すごい、これがね、鹿島様の力でなくて何なんだろうというところでね、もう大興奮です。あ、よかったですね。まあそんなすごい体験っていうかね、もう本当出陣の木がね、もう なんかねもう言葉に言い表せないっていうかね、もうすごいですね。参加するだけでもすごいし、またこんなワクワクっていうか喜びがあってね、本当にもうね、楽しいね、もうこと与えてくださった人さんに本当に感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんかもう本当今じゃね、入るの だけでもね、すごいもう大激戦というかね、嬉しいことにね、そんな中で一番やり良かったですね、新潟大も。ありがとうございます。後で YouTube 見させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあお後はいかがでしょうか。
えちゃんも笑顔で出迎えてくださってますが。ございますか、はい。はい、すみません、あの大したお話ではないんですが、はい、あの本当にあの、うん、とあのこの間のあのあ、うん、言葉いっぱいねあるからね楽しいことが、はい、あのうん、うん、あの秩父に行かせていただいてからなんか神社様に呼ばれるというか、ね、自分の中でね、はい、あの何気に思うとあなんかここの神社に行きたいなっていうふうに思って、で昨日もあの、うん、あの五竜神のあの、うん、田無神社の方に行って、で前日の夕方近くにもかかわらず何人かにお声かけしたらあの参加してくださって、あの、はい、楽しくワイワイ、うん、本当に楽しいことっていいなっていうふうに、うん、あの思いました。ありがとうございます。なんかますます晴れ晴れしたお顔でね。ねえ、ねえ。言葉もこう出て、なんかね、歓迎されてるなって感じがしました。ありがとうございます。なんかね、そう感じるとより嬉しいですよね。そうですね。うん、あのね、うち店長のおかげさまです。あの、こちらこそでもお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さしてます。はい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 かがでしょうか、ね、なんかね、今、あの、皆様のお話聞いて思い出したこととかね、気づいたことがあれば、そういうのでも大丈夫ですので、はい。うん、はい。この間、ね、うん、あの、写真ちょっとこう出しましたけど、うんうん、うん、長野で、うんうんうん、あの社長と4時に起きて、はい、あご来光見に、うん、あの行ってきた時に、 はい、あの時にね、あの社長とちょっとこう暴露しちゃうと、はい、どうするってメイクどうしようかって言って落とさずそのまま寝て、朝したんじゃなくてなるほど、なんかそうあのーそういうことだったんで、バッチリだったんで、あのそう、はい、あの朝、はい、メイクするよりちょっとこのまま寝ちゃおうかと思ってこう寝て、結構私あのエアコンとか、はい、やっぱり長野ちょっとこう東京より寒かったので、はい、夜とか朝、うん、エアコンとあのもう一つこうなんか、うん、あのセラミックヒーターみたいなのがあって、うん、それつけっぱなしで、うん、ガンガンあの、はい、暖かくして寝たんだけど、はい、全然あのやっぱり美開運メイクってすごいなって思ったのは、うん、本当に全然乾燥しない乾燥しなくって、ええ、でちょっと4時に起きて、はい、ちょっとこ う上乗せ あのちょっとこうクリームをつけて、はいはいはい、あ別に推奨するわけじゃないですけど、うん、なんかうあのホワイトクリームつけてまたちょっとこうファンデーション上乗せして、うん、ちゃちゃっとやったらすぐ出かけられたので、うん、なんかあこれ朝早い時になってっ、ね、なんかちょっといやなんかちょっと気になったのがもうすごい早く起きて、うん、メイクをして行かれたのかと思ったんです、うん、違う、なんかそのままもうお休みってあの顔を洗わずじゃあちょっとね、うん、早めに明け方に起きるときはそういう方法あるよという推奨するわけではないけど、一個の方法で、いやでもね、うん、本当に、うん、あのなんだろう、こうずっとだからこうその、うんうん、ご来光を見た、うん、あの、うん寝る前に、うん、あのメイク、うん、落としたけど全然なんていうのノリが悪くなるとか、うん、そういうふうなあれじゃなくずっとこうツヤツヤのままで、あのすごいなんかあ発見、やっぱり美化メイクさすがっていうか、うん、すごいなってすごい思いました。そこでも美化メイクの凄さがそうだから全然本当にこうツヤツヤでちょっとびっくりしましたね。うんうんねうん、お写真も本当にバッチリ綺麗にね、だから私はなんか、うん、あじゃあちょっとこう出張とかでこうちょっと早く出るときは、うんうん、これからそうしようかなみたいな、なんかあのあとすっぴんでこうタクシー乗るとかではなく、うん、そのまま寝て、うん、あのなんかこう付け足ししようかなってもうちょっとなんかね推奨するわけではないですけどね、はいはいはい、なんかちょっと、はい、あの綺麗です、ね、でもね
さらにいい、うん、だからね、なんかこう行った人たちにも、うん、わーって早朝なのにバッチリですねって、あの皆さんに言われて、もう、 そう起きてしたかのようにぐらい綺麗やったですね。そう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 、あ、素晴らしいです ね、うん、ね、いいこと聞きましたね、うん、はい、ね、そんな感じでした、ね、はい、ありがとうございます。はいはいはい、はいはい、いかがでしょうか。はい、はい、うん、うん、大丈夫ですか。はい、ね、はい、あ、みほちゃん、 ありがとうございます。どうぞどうぞ。感謝してます。すいません、ありがとうございます。ございます。ちょっとお礼が言いたくてですね、はい、あの花社長からいただきましたあのふわふわインテルセットコートが届いて、あのちょっと連日グループ美会メイクの今マキさんが言ってくれたあの美会メイクのグループレッスンをなんか受けに来てくれてるんですけど、その方たちにこの通してもらって花社長のコートね写真撮ったりとかして、もうみんな喜んでいます。ありがとうございます。お礼言いたかったです。よかったです。よかった、ね、ありがとうございます。なんかこう顔できるだけでこうなんか ね、うん、波動が、ね、まあ、本当にあの社長が羽織ってきたまんまのものを、ね、うんうん、ね、送らせていただきましたね、うんうん、本当ありがとうございます。なんかあれすごく細くて、お社長細いと思って、本当痩せたんですよ。本当にね、うん、すっきり着てましてね。そう、このサイズを標準サイズにしますってみんな言ってます。おー、あー、いい。目指しますって。うん。本当ありがとうございます。よかったですね。ね、うん、よかった。よかった。おめでとうございます。はい。あのユミさんもそういえばね、なんか今日聞きましたけど、なんかちょうど良かったって、栗原ユミさんね、そう、はい、ねえ、おめでとうございました、ね、感謝してます、うん、あのやっぱり社長がスリムなのもよく分かって、あの娘ちゃんがね、うん、あの来たんですけど、なんか昔は自分のものだったみたいな感じ、すごい喜んでました。ありがとうございます。本当に、うん、ありがとうございました。あと、あの原型ル、はい、あれね、あの私も結構やってるんですけど、私あれやり始めてから、うん、結構ね、なんだろう、あの埼玉を大事にするようになりました。あ、うん、あ、なんかこれはすごい、うん、それすごい新しい感覚で、うん、あのコロナちゃんでいろいろどこも行けなかったけど、なんかさ、埼玉の良さをこうなんていうのかな、再発見できたっていうか、うんうんうん、そんな感じで、あのすごく良かったです。あ皆さんがね、その国を愛してるのすごくわかるんで、うん、本当私も埼玉の良さがなんか、うん、再発見できてる感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当にいつもありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そっか、みんなにね、うん、コートを届いて、プレゼントのコート、うん、ね、まー、あ、ちゃんもね、え、ね、まー、あ、ちゃんは届きましたかね。あ、まだです。あれ、今日発注したから、明日待って待って、あ、じゃあまたね、届いたら、ね、ありがとうございます。ね、はい、すごい楽しみです。どれもね、素敵なコートですよね。うん、ね、ジュリーのデコボコとした感じが出るように少し描きます。はい。あとはどうですかね。例えばなんか全国出陣の儀をやってて、あ、なんかこういういいことがあったよとか、まあ、出陣の儀以外でも、例えば花井社長のお話とか、達也部長の話を聞いたりとか、まあね、お茶会やってたりとかして、なんかこういういいことあったよとかありますか。あ、みほちゃん、はい、ありがとうございます。 あのまたお話しさせてください。ありがとうございます。はい、あの先月からあの寺子屋お茶会をグループラインで始めたんですね。
始めてるんですけど、最初は一人の方が入ってきて、あの他の方とかなかなかあの何を喋っていいか分かんないとかだったんだけど、あのちょっとこれはすごいなと思ってるのが、花井社長のコート着が届いた日に朝あの本音トークをしたいなってすごく感じて、これは本当にあの前のあの花井社長の破壊力すげえなって本当にまた感じたんですけど、そのコートが届いた前の日からあの外に出られないとか、あのもう不安で怖いとか、なんかそういう人が数名出てきたんですよ、うん、であのなんだろう、なんでか分かんないけど怖いとかね、したら寺子屋お茶会やろうって言ったらそれはなんかできないとかってだったんだけど、結構あのあ数何名かは今いいようにあのいろんななんかあの自分と仲良くするっていうことが楽しんできてる人たちがいて、なんかあの不労所得いっぱいもらってきたり、今日はこれをもらったとか、いろんなものをもらう人たちが出てきて、あのなんだろう、仲間ってすごいなって本当に感じたのが、寺子屋お茶会で1人がやって2人増え3人増えっていう仲間たちがあのどんどん自分に自信が湧いてきてる仲間のおかげで、こうあのちょっとぐわって落ちたあの人たちも仲間がね、あのなんだろう、この仲間をなんだろう、大丈夫だよとか分かるよとか、そういうなんか会話になってて、ちょうどそのコートが来た日にいろんなもう本音話しようってグループラインでなってね、あの私も朝からいっぱいいろんな風に書いたりとか、あの今まで花井社長が教えてくれたこととか、講演会で聞いたこととか、達也部長のお話とか、あの自分が経験したことをあのどういう風にあの伝えたらあのいいかなとかって考えながらやってったんですね。なんかその日の寺子屋お茶会が5名かな6名かな参加してきて、顔なしだけど参加してきて、あのそれでもいいんだよって言って喋ってたら、やっぱりあのこの他の仲間たちが愛を持ってやっぱり接する、うん、あのそのこの会話にすごく感動して、私あの本当に一歩一歩あのなんだろう、ハードル低いんですけど、なんかねあのとってもタイミングが、全てがなんかタイミングがいい、よく感じてるんですね今、それぞれ の気持ちはあるんだけど、それを大切にしながらあのゆっくりゆっくりでもあの自分一人では今まで怖かったけど、あの信頼できるここには仲間がいるって言って、それがなんか前進させてくれて、今日も元気得るね、あの純ちゃんとか、またあの立ち上がって、あのちょっと落ちちゃったんだけど立ち上がって、やる私やるって言って理解メイクをやったりとか、それでコート着て、あのうわーこれちょっと痩せないとみたいな、なんか袖が通らないとか話になったりとか、もう本当なんかこのタイミングでね、本当になんだろう、こう花井社長のねコートが来たのはみんなのやっぱり夢希望光になってね、本当ありがとうございます。今そんな感じですね、あのピンクパッションはそんな感じです。うまくちょっと伝えられてないんですけど、ありがとうございます。ちょっと伝えてみました。うん、ありがとうございます。いつもね、なんかみんなお客さんと一緒に、ね、本当になんかね、いい仲間の皆様とね、ね、あのこの間の講演会もそうですし、うん、ね、お出かけしたりとか、うん、元気そうですけど、うんうん、やっぱ見ててこっちもすごい元気をもらいます。うんうんうん、ありがとうございます、うん。なんか笑顔になっていくのがすごく嬉しい。ね、嬉しいですね、うん、なんかありがとうございます。ありがとうございます。はい、太陽くんもね、太陽くんもあの、ね、どんどんね、参加すごい、しかもあの難しいね、漢字いっぱいの ね歌を ね、そうね、元気いっぱい、うん、今日ね、なんでこれ言わないんだろうと思ったら、目線でなんて読むのこれって言って、関東っていう感じ。なるほど、うん、関東だって言って、うん、あの呼び出してましたね。あ、でもなんかもう堂々とね、おね、すごいね、うん、すごい楽しんでね、くださってるのはすごい伝わります。ありがとうございます。ゲームの合間に来てくれて、あ、そう、はい、あ、貴重なお時間をありがとうございます。
とうございます。太陽。あ、太陽くん。あ、ありがとうね。どうもありがとう。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。はい。どういかがでしょうか。あ、ありがとうございます。あ、エリちゃん、はい。あ、アリス、はい。はい。今ちょっと思い出したんですけど、はい、さっき花井社長が、ズーム、いろいろ、配信してくださるおかげさまで、やっぱりお客様も気づきがいっぱいもらえたんだと思うんですね。それであるお客様なんですけども、ずっと会社の方でも本当にすごくこう誠実な方なので、仕事もすごくできる方なんですね。で、その会社でも一人だけね、給料が上がるぐらいも信頼関係がある方だったんですけども、でもやっぱりちょっとそこの職場の中ではいろいろな観音様がいらして、ちょっとね、魂を向上させる観音様がいらしたんですけども、それでその時にあることに気がついて、それで仕事の途中でも泣きそうになっちゃったって言って LINE をくださったんですけども、でもそれを自分はね、そうやって職場でそういうふうに優遇されているから、すごくいいね、感じで仕事をさせてもらってるんだから我慢しなきゃいけないっていうふうに思ってたそうなんです。だけどそうじゃなくって、その我慢をするっていうことは自分いじめをしているんだっていう気がついたそうなんですね。なので、自分はもっと他にね、仕事もやりたいこともあったけど、その、恩とかそういうものも感じてね、そういうふうに踏み切れなかった部分があったらしいんですけども、それもすべてね、その花井社長がよくおっしゃってくださる通りで、次のステップのためにまたその観音様がきっとそういう形でね、されてるんじゃないかなっていうふうにご本人も気がついたみたいで、そして 2,3 日前かな、退職届を出して新たなステップを踏むことになりました。本当にね、気づきをいただきまして、花井社長がね、いろいろなお話をしてくださるので、普段ではきっと気がつけなかったことだと思うんですけども、そういうことで気づかせていただいて、新たな第一歩を踏み出せました。本当にありがとうございました。よかったですね。ねえ、でもね、本当にその一歩が本当に、素晴らしい勇気だなって思いますし、ただね、エリちゃんややっぱ素敵な、さっきの美穂ちゃんのお話もありましたから、仲間がいるからこそできることもね、いっぱいあると思うんで、なんか本当にすごい大きその存在大きいなって思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、浅内先生、ごめんなさい。はい。はい、あ、はい、どうもどうも。聞こえてます？あ、OK です。はい。OK ですか。はい。はい、ありがとうございます。エリちゃんの後で、ま、素晴らしいお話の後に何も言うことないんですけども。ひまわり健康クラブの永田浅内と浅ちゃんです。今ね、まあ、うち店長とね、牧部長を見てて、なんかすごい感謝の念っていうかね、湧いたんですよ、湧いたんですよって。もうずっと昔から湧いてますよ。今、改めてじゃない、今湧いて、まあ、本当にね、魂の出陣式や原型るとかね、いろいろまあ、みんなで踊ろうとか、本当にオフィスのね、スタッフの、まあ、社長はじめね、部長からね、店長まで、また、スタッフの皆さんまで、本当にお世話になってるなと思って、まあ、自分らがね、こうやって、まあ、仕事をしたり、仲間と一緒にね、楽しくやられてるのも、まあ、オフィスの皆さんのおかげだな、なんてね、思って、で、まあ、今日もね、お昼は元気エール出陣式参加させていただいたんですけども、まあ、本当にね、当たり前のように参加させていただいてますけども、まあ、本当にまあ、スタッフの皆さんのね、お支えがあって、またそのね、お導きっていうか、そのがあってやれてるんだなと思い、まあ、本当に素晴らしい感謝というかね、ありがたいなと、本当、まあ花江オフィスあっての我々だなっていうことをね、改めて感じました。そしてまあ今日ちょっとね、9都道府県やらせていただいて、あと残りが40都道府県で、9と40でいいなって思って、大した話じゃないんですけども、
まあ、それでこのね原型ルやらせていただいてて、まあ、初めはもうなんだもとてもじゃない1年か2年か3年ぐらいかかるんじゃないかなと思ったんですけども、うん、まあやってるうちにこう欲が出てくるといいますか、うん、まあ初めは1件ね1つ2つに印つけたら今ね9個つけてこう楽しみになってきて、で全国ねこれ埋め尽くせたらどんなに楽しいかというふうに思って、まあこれなぜひとりさんこんなこと考えてくれたのかなというふうに考えるわけですよね、うん、まあそれはそのまあまあもちろんね元気みんなに元気また各都道府県に元気ってこともありますけども、まあ今このねコロナが終わってきてまあいろいろとまあ、いい面も悪い面もね、あって、でまあその我々ねマルカン隊は全国都道府県北海道から沖縄まであるわけですから、まあみんなが元気出して波動を上げることによってそのコロナによってねこう痛めつけられた部分もあるこの日本列島や日本の社会をねやはり活性化させて元気出して、そのマルカンが先頭に立ってねこの日本を明るくしようと、うん、うん、ということでやってるとアンシュさんはお気持ちそういう感じでやっていただいたのかなと思っているんです、うんうん、で初めはね、まあ、そういうふうに思ったけど、うん、そうは思えどもそんな我々が元気エリアぐらいで日本列島がバンバン元気になるのかななんて思いもあったんですけれども、こうやってるうちにそれがそのあできるなとどん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 やって、もう日本列島ねみんなの力で明るく元気に活性化させて、うん、バリバリ元気絶好調になれるような気がしてきて、まあ、これもねやっぱりただ初めやらないうちに持ってるうちじゃ分かんなかったけども、やっぱり一つ目一つ目一つ目やっていくうちに、まあそういう気持ちがねふつふつと湧いてきて、まあ皆さんと仲間の皆さんと一緒にできるってことは本当に喜びだなと、それを支えてくださるね、社長はじめね部長ね店長皆さんスタッフの家と思って改めて今日は感謝の思いがいたしました、ありがとうございます、以上です、長くなりました。いやね、逆にね私たちがね元気皆さんにね本当に皆様、ね、本当にあってのオフィスでもあるので本当に本当におおかげさまです、本当に皆様から元気をいただいてるので、ね、はい、でね、うん、まあ私たちも本当に楽しんでというか、うん、そうなんです、はい、そう、うん、そしてこうやってズームやらオフィスに来てもらって、うん、はい、皆さんの笑顔だったりね、なんかこうすごい、うん、その一つ一つのお顔からすごい、うん、エネルギーいただいて、うんうん、さらにまた私たちもね、はい、楽しく、はい、充電できるというか、はい、本当にね、うん、いい、はい、回だなって思ってました、うん、本当に、うん、ありがとうございます、皆さんのおかげですね、うん、本当にありがとうございます、いやー本当 ね楽しい、楽しい、うん、はい、そうこうやってねお顔を見れるだけでもですし、もちろんお顔出しされてない方のこのあいらっしゃるんだなってこういてくださってるんだなとか、まあ出れない方もいますけど、本当につながってるんだなっていうのを本当に日に日にどんどん感じるので、それがなんかすごいもう嬉しいか、うん、本当毎日楽しくであっという間ですよ、本当に、なんか本当にね、うん、なんか、うん、ちょうど、うん、あれいつだったかな、社長と出先でちょっとこうね、うん、全国出陣の儀、うん、ちょっとこう見てた時もね、うんうん、なんか他の人たちもね、うん、なんかこう覗いてきて、うん、すごい元気もらえるって喜んでくれて、なんかすごい楽しそう、なんか入ってみたいとか、うん、たくさんの人にね、なんかこう言ってもらえて、すごい、マルカンって本当キラキラしてんのねっていう、すごいなんか喜んでというかね、うん、その人たちもすごい元気もらえたって言って喜んでました。うん、すごい嬉しかったです。嬉しいですね。うん、ねえ、本当でした、うん。自分たちが楽しんでたら結果的に他の人も周りの人も、うんね、それこそまだ、うんね、お会いしてない方にも元気を与えてるので、そう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 、全然ね、本当にマルカンとはこう関係ない方、うんうん、うわすごいねこれって、うん、すごい喜んでくれて、うん、パーッとその場がすごい明るくなって、うん、うん、よかったです、本当見てて、うん、見ててというか私たちもすごい嬉しくて、うん、うん、ありがとうございます、ございます、浅井先生もありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、あ、ちょうど画面で見えたので、
もしかして新しいヘアスタイルで登場してくださいました。中野ひろこ先生、あら、あら、ひろこさんもなんか私の前髪になってきましたね。皆さん見えます、すごいね、また素敵になられて。お帰りなさいませ。おかえり、ただいま。ちょっとカラーが、ね、あのカラーが変わりまして、はい、なんかちょっとなんか面白い、本当だ、デザイン、はい、デザインにしていただきました。もうなんかね、さっきもね、あすじ先生も言ってましたけど、私ね、久しぶりのお友達に会うと、マルカンさんはやっぱりキラキラしてるねってよく言われます、で、あのマルカン昔ね一緒にやってたんだけど離れちゃった人とかが、あの久しぶりに会うと、本当マルカン続けてる人って輝いてるねって言ってくれて、はい、また戻ってきた方もいたりとか、あと新しいお客さんもね、初めて見た時キラキラしてて、やっぱりみんなキラキラしてて、初め近寄りがたかったって言われちゃったんですけど、でも、あの、私もそういえば昔ってそうだったかもって思って、いつの間にかキラキラに変わってたんだなと思って、はい、そんな風に思いました。うん。あとね、この髪型もね、本当ね、自分で髪の毛切ってるような人だったのに、まあ、高級な美容師さんにやってもらえるまでに成長いたしまして、一歩一歩階段登って、はい、自分の人生、どんどん華やかに、綺麗な花になってまいりましたのも皆さんのおかげです。ありがとうございます。伊藤です。ありがとうございます。綺麗ですね、いい話、いいね、いい話、ありがとうございます。ね、知らず知らず、うん、みんなね、キラ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 、キラ、そうですね、いつの間にか、ね、うん、輝いて ね素敵ですね。ありがとうございます。はい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 、あとはいかがでしょうか。大丈夫そうであれば、今日は、この辺にさせていただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。はい。じゃあ最後、くじ切りをね、はい。はい。いきたいと思います。ではでは、はい。ではね、八大竜王からいきますので、よろしくお願いします。では、いきます。八大竜王、竜神の方を行います。ナム、八大竜王、助けたまえ。林、陽、道、社、会、人、列、祭、全、林、全、林、平等、社、人、列、祭、全、八大竜王、友人、水流の方、以上、このことがダイヤモンドに変わります。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 はい、ありがとうございました。今日も素晴らしいお話をたくさんありがとうございました。では最後に記念撮影に参りたいと思いますので、ではひとりさんのザ・ひとり堂ポーズでお願いします。では参ります、せーの、斉藤ひとり、ザ・ひとり堂、えい。はい、もう一枚いきまーす。いきます。せーの。斉藤ひとり、ザ・ひとり堂、えい。はい、はい、ありがとうございました。ということで、素晴らしいお話、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、かわいい子ちゃんが、はい。バイバイしてる。バイバイ、ありがとうございます。では、またね、水曜日、全国出陣の儀は、水曜日。なりますので、またお会いしましょう。はい、それでは、ごきげんよう。5秒前。4、4、3、2、1、ふわふわ。はい、感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。